はい、今回は蓮舫さんの6月14日と16日の東京都知事選の活動がとても良い件この内容について考えてお話ししていきます今回もよろししくお願いいたします、まあ、この東京都知事選ですね小池百合子と、まあ、蓮舫さんの実質1対1ということで、えー、小池百合子をひっくり返せるのは蓮舫さんしかいないと、まあ、僕は思ってるんで、えー、まあ東京都知事選ですね蓮舫さんに何としても頑張ってもらいたいと思います。 でまあ、小池百合子の内容とかをま取り上げる人は多くいるんですがこの蓮舫さんの活動がですね、まあ、とてもまあ良いというか素晴らしいまあものを見つけまして、えー、まあ蓮舫さんにですね、まあ、東京都民の方がものすごく期待していると、まあ、そういった思いがいくつもありますので、まあ、調べて分かったこと、思ったことを今回お話ししていこうと思います。いくつもあるのかもしれないんですが、まあ、僕が調べて分かったのがこの2日ですね。 6月14日と6月16日のこの2日間、まあ、蓮舫さんが活動されたと、まず6月14日の方から、まあ、見ていこうと思うんですが、まあ、東京・足立区北千住っていうところに、まあ、蓮舫さんが、まあ、朝ですね、朝、駅前で通勤される方に声をかけてたと、まあ、ちょっとあの僕は足立区とかよくわからないんですけど、まあ、東京の,あのところですよね、足立区北千住っていうところで。 で小池百合子にまあ蓮舫さんがまあ挑むっていう形なんですが、大体朝8時ぐらいにまあ蓮舫さんはですねこの北千住の駅にえまあ立って会社に通勤する方たちに声をかけていたっていうまあそういったことが SNS にいくつも投稿されていたんですね。今日も元気に頑張ってくださいとまあその背中をしっかり支えるための投票にしていきたいとまあそういったことを通勤されるまあ方たちに蓮舫さんが声をかけていたと。 あ、このように都民をねえ、思ってくれる方にえ都政を任せたいとまあ、そう思う人の気持ちがね。募るのが僕もよくわかります。小池百合子なんて都民のことなんて全く考えてないわけですよ。だこういった蓮舫さんのあり方にと都政が新しく生まれ変われるんじゃないかとまあ、そういうことを思う方が多くいらしてえ、様々な声がですね。sns に投稿されていると。 で、蓮舫さんに東京都民を救ってもらう、東京都のそのための政治をしていただきたい、東京都知事になっていただきたい、そういった声が多数出ています。で、蓮舫さんがですね、指摘している、この小池百合子のとてもですね、疲れたら苦しいところなんですが、神宮外苑再開発っていうのは、小池百合子と大手、三井不動産の利権なんですね。で、でここをどどどどんどんどんんすね、大開発と称して、 東京の木を切っていくわけですよで、こんなことが許されないわけですねで、ここが東京都知事選の争点になれば蓮舫さんはかなり有利になるんですよ神宮外苑再開発ここの真相ですねこの選挙期間中にとぼけて何も言わないとそこを蓮舫さんはついていくっていうことで小池百合子はここをつかれては言い返せないんで まあ小池百合子というのは広告代理店で丸あ,あるいはこの三井不動産そういったところとズブズブに裏でつながっている単なる利権政治しかしてませんから東京都民のことを全く考えていないのが小池百合子でここを蓮舫さんがつくことによってえ今までそのね隠れていた利権の部分が明らかになると本当に蓮舫さんに頑張っていただきたいと思いますで今度は6月16日ですねこちらはですねえ町田で街頭演説をされたんですが この町田にですねものすごく多くの人が参加されていて、まあ、リスナー様のコメントもいただきまして僕はちょっとその東京がわからないので、まあ、どのようなことかなと思って、まあ、調べたらいくつか情報がありましたのでまずですね蓮舫さんの、まあ、ご本人がおっしゃっているコメントということで6月16日に町田でお話をさせてもらいました。 暑い中にもかかわらず、大勢の方々が立ち止まってもらい、私の話に耳を傾けていただいて、ありがとうございます、18日に公約を皆様にお伝えしますということで、6月18日に蓮舫さんの公約が出るっていうことですね、まだ今の段階ではわからないと思いとかを都民の方に伝えているという状況で。 でこの町田の状況がどうなっていたのかというと、これがすごいと、でリスナー様のコメントもありましたし、まあ、僕もその映像をいくつか見たんですけど、まあ、本当にすごいですね、えー、横断歩道を渡る若い人が蓮舫さんに手を振って、蓮舫さんが手を、まあ、振り返している、えー、その、まあね、えー、とても微笑ましい、その、えー、東京都民と蓮舫さんのその、まあ、絵、えー、っていうか、映像があったと。うんあの やはりですね都民のことを考えている方が政治を取らなければ良くなるはずがないんですよ。で、この町田っていうこの場所もちょっと僕はわからないんですが、このすごい人数、すごい人気があったと、でこの信号が変わるたびに横断歩道で蓮舫さんに手を振る人がいる、蓮舫さんも、まあ、その都民の方が手を振ったのに返すということで、本当にこの町田の街頭演説はすごい人数だったと。 でやっぱり思うんですよね、蓮舫さんが東京都知事になったら、明るく良い東京になるんじゃないかと、そう期待してますということで,で、蓮舫さんがおっしゃってるご本人のご意見としては、ですねトップダウンではなく、ボトムアップと、だから上から、ね、その一方的に言うものではなく、さまざまな人たちの声を拾い上げていくということで、それを議論して、そこから政策にして、最終的に知事が決定する、そういった統制をしたいと。 蓮舫さんをおっっしゃっている特にこの税金をどうするかとかそういったことをですね東京都民に聞いて専門家と話し合いの結果こう決めていきたいとそのように蓮舫さんがおっしゃっているわけですね。で東京都っていうのはいくつもの問題を抱えてるんですがその抱えてる問題のですね真ん中を蓮舫さんがついたっていうことでまあ、ちょっとこの話は感動するなっていうことをちょっと僕は思ったっていうことで。 何かっていうとですね小池百合子の東京都政愚策によってですね東京都の出生率が今0.99っていうとんでもない低さになってるわけですよ明らかにこの出生率の低さっていうのは小池百合子の愚策それが原因なわけですよ東京都民に,にとって住みづらい東京になった、まあ、政治が悪いね、まあ、その自民党が悪いっていうのもありますが東京都知事っていうのは力がありますからあの東京都民の生活暮らしを良くしようと思えばやる方法は あるんですが全くそういう都民のことを考えない自分の利権だけを考えるその結果東京都の出生率が0.99になったそれをしたのが小池百合子ですこれをどうにかこうにかひっくり返さなければ、ね、少子化の問題もどうにもならない少子高齢化の問題がどん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 深まっていってしまう、ね、そういった中蓮舫さんが言ったあの言葉がですねこのご本人の言葉っていうことで こちらも SNS に投稿されていて本当に感動する内容でしたのでこの蓮舫さんの言葉を考えていきたいと思います蓮舫さんはこのようにおっしゃってるわけですね生まれてくる赤ちゃんのために育っていく子どもたちのために学んでいく子どもたちの学びを若い人たちの環境を現役世代の生きづらさを人生の先輩方の安心を行政は継続継続して声を聞いて東京にしていきたいとおっしゃってます だからこういう蓮舫さんがおっしゃってる言葉に、都民に対していかに真剣に向き合ってるっていうまあ向き合い方、あり方が都民に通じるわけですよ。だから人が耳を傾けて話を聞くし、ね、蓮舫さんに期待してみようと思うわけじゃないですか。小池百合子でダメだということを多くの都民が思ってるわけですよ。このままで言ってはいけないということを思ってるわけですよ。その蓮舫さんがああの町田に来て街頭演説をして、このようなことをおっしゃったと。 でこの町田の、まあ、地元の方がおっしゃっていることで、ですね町田にここまで市民が集まっているのを見たことがないと、本当にこの熱気にあふれるその人の多さに、さらにその人が集まっているところも、ね、都民が笑顔で蓮舫さんと蓮舫さんも笑顔で接している、そういったことをおっしゃっている意見が多数ありました。東京都民一一人一人の力で政治を変えてていいいくととと、まあ、そううしていかないともうダメだと 多くの都民が思っているわけですよね。東京都民から不信感を募らせている小池百合子と正反対に、えー、蓮舫さんは期待されています。でえー、前もお話ししましたが、SNS ではデタラメがあり、小池百合子は有利という声がありますが、少なくともこの僕が、えー、町田の街頭演説を見た限りでは、圧倒的に蓮舫さんだと思います。小池百合子は東京都民に支持されているという様子はありません。小池百合子を支えているのは何かというと、自民党、萩生田、東丸の組織票です。 自民党も公明党とです、ね、関係が悪化しているということで、その組織票もどうなるかわからない中、蓮舫さんは、この東京都民の、ね、応援をモ,ルに,モルに全面的に受けているわけですよ、それがこの町田の街頭演説、人の多さ、まあ、熱気にあふれていたということです。東京都民の思いは蓮舫、ね、さんによっていますので、このままいけば蓮舫さんが勝てる可能性が非常に高いと思います。 数字的にはわからないところもありますが、この都民の,、まあ、その期待といいますか、熱量が圧倒的に蓮舫さんだと思います。僕は東京都知事選は小池百合子と蓮舫さんの1対1になるんで、蓮舫さんが勝って、東京都政は蓮舫さんにかかっていると、そう思ってるんで、これからもですねこの東京都知事選までわかる限りお伝えしていこうと思います。とにかく小池百合子のね、都知事をひっくり返さないといけない。 そして東京都知事選で小池百合子をひっくり返すということは自公政権の政権交代につながるとても大切な局面に来ていると思いますので、えー、今回は蓮舫さんの6月14日と16日の東京都知事選の活動がとても良い件そのことについて思った解釈感想をお話しいたしました。最後ままままで聞いていいいててたただきまししありりがとうござす。す。今回はこ,こで終わります失礼いたします